船戸駅は山梨県南駒郡美信町三沢にある東海旅客鉄道美信線の駅である。富士美信鉄道が1927年に美信駅から市川大門駅までを開通させた当初からの駅である。当駅の設置が駅周辺の集落の形成に大きな影響を及ぼしたことは駅周辺の不死に口述する。短式ホーム一面一線を有する地上駅である。 線路は東西に走り、ホームは線路の南側にある。開業当初からの木造駅舎は撤去され、その代わりとして1999年3月に、ホーム上の市の瀬よりに、待合所が新築された。この待合所の内部には椅子などが設置されているだけで、なく、業務用の倉庫がある。ホーム上にはこのほか、市の瀬方から順番に、上屋ともう一つの待合所がある。 ホームから外部に出るには、待合所脇から降りている階段を使うか、ホームの位置のせ方の端に近い場所にあるスロープを使う。開業当初から駅員が配置されてきたが、昭和40年代に合理化の一環として、日本交通観光による業務委託駅となった。その後無人駅となって、現在に至っている。当駅で切符を購入することはできない。 開業当初から昭和40年代までは今のホームと反対側にホームがあり、校内踏切で結ばれていた。業務委託直前に今のホームの側に移設された。また、その頃までは箱島駅とのセンサの貨物輸送があり、現在の無料利用者駐車場に側線があった。最近まで河川を支える鉄骨電柱が駐車場まで伸びていたのはその名残である。 みのぶ駅管理。みのぶ線の線路は、かつての西八代郡くなど村の村域を、その西側で南北に貫いている。駅は、旧くなど村の西側、北の端に近い場所にあり、くなどの中心部はこの駅から近い。駅の南を、現在の市川三里町とみのぶ町の境界にあるがが、竹に水源を発する三沢川が,が、東西に流れている。駅前の広い広場には、 公衆トイレがある。駅前広場を抜け、山梨県道9号市川三里見延線に出ると、そこから東側に300メートルほどこの県道に沿って、商店が立ち並ぶ。この商店街は店向きという地名である。駅の場所は当初計画では500メートルほど、市の瀬よりに作ろうとしたが、勾配区間であるため、平坦な現在地に落ち着いた。 店向き地区は1927年に当駅が開業した後、周辺各地域から多くの人々が駅の近くで商売をするために移転してできたものである。この駅前は北川慶子主演の映画チェリーパイの中にも登場した。なお県道を東へ進むと、今度は500メートルほどで大草の集落に入る。大草は区などの行政における中心地で、 美野部町立区など小学校、美野部町立区など中学校、美野部町役場の区など出張所などがある。区など出張所は古くは、区など村の役場だった。区など村は、その後1956年に古籍村、下部町、共和村と合併して、西八代郡下部町の一部となった。その下部町も2004年に中富町、美野部町と合併して、 南駒郡美野部町の一部となったのでこの駅は今は美野部町に属している。駅から東へおよそ200メートル、店向きから南側に折れる道を行くとすぐに山梨県立京南高等学校である。当駅は朝夕はこの高校に通う生徒によって混み合う。1983年3月に野球部が選抜高等学校野球大会に出場する際、 当時の国鉄は当駅に急行藤川、静岡一期を臨時停車させ、球児たちはこのホームで地元からの熱い声援を受けて、甲子園へ向け出発した。もともとは、山梨交通、梶香は営業所の路線だったが、熊戸駅から上田原に向かう路線は、昭和58年に、熊戸駅から古関に向かう路線は、昭和60年にそれぞれ移管された。 国戸駅から海岩間駅までの路線は平成11年に延長された。ありがとうございます。